お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回はですね、こちらの C200 アキフェーズのね C200 をね紹介していこうかなと思います。この時の社名はケンソニックなのかな、ケンソニックさんのアキフェーズブランドっていうことになるのでしょうかね。で、まあ、こちらもね、ケンソニックラボラトリーインターナショナルカンパニーって入っていますので、まあ、そうなのじゃないかなとは思うんですが、カタログとね、の写真とね、若干、ロゴとか、その辺が、記入がね、違っています。はい。で、まあ、昔から、アクフェーズの製品がね、私結構好きで、パワーアンプだと、P400、P300。で、P400 はね、MOS FET 使っててね、その後 P500、P800 で、アクフェーズは卒業しました。で、まあ、プリアンプはですね、C の200、200S、200X、C の220、C の240。まあ、その辺も使ってね、C のね、240はね、すごくね、美しい音でね、まあ、この世代というかね、そのアクフェーズのプリアンプで、240ぐらいまでの世代の中では一番自分のね、好みである音かなとはね、思います。はい。まあ、アクフェーズね、C の200のね、最初のものだったんで、一応ね、残して、一応保存はしております。はい。で、まあ、これからね、中身の紹介、これ壊れてないんで、すごい程度もいいですしね、壊れてないんで、これから視聴していくんですが、まあ、視聴する前にですね、プリアンプをね、パーアンプにつなげる前はね、一応ね、チェックをしてます。妙なノイズ出してるか、出してないかぐらいは、ね、波形見ながら、ちょっとね、チェックをして、しないと、ボソボソノイズとかね、パチパチノイズをね、出力しやがったらですね、パワーアンプはね、忠実にそれを増幅しますんで、そうするとね、ツイーターがぶっ飛んだりすることになるんで、まあ、20センチのね、総発とかだったら、まあ、フルレンジユニットはぶっ飛ぶことはないですが、ツイーターはね、やっぱね、心配なんでね、結構ね、コンデンサー1個で、一発で切ってるんで、まあ、ノイズが出てるかどうかはね、見るようにしています。まあ、1、2時間ね、つなげてみたりしてて、まあ、問題ないんでね、これから接続して聞いていこうかなと思うんですが、まずね、これをね、これから使いたいなと思う人は、まあ、できるだけね、程度のいいものをね、買った方がいいです。もうね、どうせね、綺麗でもね、1、2万しか変わんないんで、綺麗なの買いましょう。ね、土がついてたり、妙なものを買うんではなくね、外見はね、綺麗なものがね、やっぱいいです。きっとね、これを使ったら宝物にね、なるに間違いないんでね。うん。同じジャンク品でもね、まあ、大体ね、もう古いんでね、もう40年以上経ってるわけですから、大体ジャンク扱いで出品されるんですが、まあ、その中でもね、もう、本気のジャンクはやめて、まあ外見だけはね、綺麗だったらこれ治るんで、はい。まあ電源は入りました。音が出ません。で、綺麗です。みたいなのがいいと思います。まあ電源がね、入ってればトランス切れてないですし、はい。まあだから、やっぱそういうのをね、探した方がいいんじゃないかなとはね、私はね、思います。で、これすごくいいんですが、この、ちょっとね、ファンヒーター、寒いんでファンヒーターつけてる、ファンヒーターの音がうるさいですが、このね、質感がすごくいいんですよね。まあ、トーンコントロールとか使わないんですけど、まあ、この切り替えとかね、これが本当にね、質感が良くてね、ここのアンプ好きなんですよね。アクフェーズのプリアンプはね、本当好きですよ。音もね、いいですしね、なんか力強いんですよね、本当に。パワーアンプの方がね、若干、自分のシステムに組むと、パワーアンプはちょっと若干ソフトかなとは思うんですよね。
まあそれ感じ方はね人によって違うと思うんですが、プリアンプはね結構ハードでね結構好きです。はい。まあそんな感じでねこれからね中のね紹介をねしていこうと思うんですが、もうこれ最高ですよね。この辺なんですが、もうこの色といい、本当美しい、本当美しいですね作り込みが。これが73年74年ぐらいに出てたとはねとてね思えない、もうデザインのねセンスもね抜群だとね思います。はいね、なんかまあそんなこと言うとアキフェーズ B 機みたいな感じですが、でもねアキフェーズのプリアンプはね本当にねよくできてると思います。はい。まあこれからね中身カード基板ね抜いてねどんな作り込みかね見せていこうかなと思うんでね、はい、最後までお時間あればよろしくお願いいたします。はい、それではね中身をね見ていきましょう。電源も抜いてあるし大丈夫です。はい、はい、このね全部シールドケースに収められてるんですが、後期型っていうかね、この後どんどん続くじゃないですか。そうするとねどん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 ね中はねかっこよくなっていきます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。こっちはねトランスなんでね、まあ見ます、開けるつもりはなかったんですけど、こっちちょっと開けてみましょうか。トランスと、はい、こんな感じになります。ね、かっこいいですよね。本当にかっこいいですよね。まあ、オーバーホールをね、今度ね、しようと思うんで、まあ、その時はね、また別の動画を撮ろうと思いますが、しかしね、このアンプね、接触不良が多いんですよね。トーンコントロールとか。でも、トーンは、私の場合バイパスなんで接触不良があろうがなかろうがねあんま関係ないんで、はい、だからあまりは気にしてないですが、まあフルオーバーホールをね今度する時にもバラしてね綺麗に清掃して組み上げようかなとは思います。はい、それではね基板、まあカード基板ねこのままこう抜けるんで今抜いて綺麗に並べてね見ていただこうかなと思います。以上です。はい、中身抜き出すとねこんな感じになります。はい、でまあ一回蓋しましょうか。この上に並べて見ていただこうかなと思います。はい、はい、それではね見ていただきましょう。ちょっとズームの調整します。はい、こちらがねイコライザーですね。とてもね
よくできてます。説明がしようがないですねこれね。まあオーバーホールでねこの辺のトランジスタ全部変えちゃうのもいいんですが、いいんですがね、今これないですからね、メタルキャンタイプですからね、ちょっと悩みどこですよね。本当はね基板全部新品バージョン作ろうかなと思ったんですけどね、なんかこれをきちっとノイズも出てなく動いてるトランジスタを抜いてなくしてしまうのもね、なんかかわいそうだなぁなんてね思ってんすよね。はい、こんな OK マークがついてますね。自信を持って OK だったんですよね。はい、すごくね作り込みはいいですよね。まあ C200K はねこうやって面白いんでねおすすめなんですけど、やっぱしこれをねオーバーホールしちゃうのやっぱもったいないですよね。したいんですよね。でもだからといってトランジスター交換せずに、生きてるからと交換せずにね、なんか他のものを交換するのもどうかなっていう風にね、全くね壊れてないんでね、なんか壊れたねボロボロのやつを買うかどうかっていうのね、ノイズが出てますみたいなね、そういうのあったら買って全部新品にしてみて、この純正品と聞き比べるのもねいいのかもしんないですけどね。そうするとまたね予算がねお小遣いがねなくなっちゃいますよね。はい、では次、ねえこれ美しいですよね。まあ多少曲がってますけどね、まあこんなのは別に曲がってたからどうってことないんでね、うん、でももったいないですよね。修理の後ないですもんねこれね、このアンプなかなか珍しいですよ、修理1回も入ってないのも。73年、48年、47年、なんかすごい古いですもんね。これなんか最高ですよね本当に。これまあどうしようかな、オーバーホールするかななんてね、どうしようかな、もう一個手に入れるしかないですよね。なんかまあ外見が汚くて基板だけ使えれば、基板だけ抜いてね、あの新品バージョンとこっちのバージョン聞き比べることもできるんでね、いいかなと思うんですけど、皆さんのねご意見お待ちしております。はい、まあでもねおすすめですよ本当に。 C の200はおすすめです。安いですしね、うん、そう中古で買っても安いですし、でまあこう200X とかまで行くと今度ねなんか難しいことやってるんで、ちょっとねまたそれはそれでカイロマジックの音がになってしまうんで、まあどうなんでしょうね。まあ 200X とかすっきりしてすげえいい音でしたけどね、まあ初代200なんで残してあるんですが、まあ機会があればね、外見が綺麗で安いものが、壊れてても安いものが手に入るんなら、またこのシリーズ集めてっても面白いかもしれないですよね。はい、でもこれ OK マーク揃えてくれてもいいですよね。これ逆じゃないですか、一個ね、これ見てください、 OK 逆。あーこれはちょっとステレオじゃなくなっちゃいますね、ちょっと残念ですね。これ反抗する人のセンスがないですね。
ちょっと適当な OK だったのかな。ね。まあ、まあ、それはそれで面白いですが。はい。これもね、やっぱしもったいないよね。 OK OK マーク、ほんと綺麗ですもんね。ちょこっとハンダクラックとかあるけど、こんなの全然問題ないもんね。ハンダ痩せとかねあるけど全然平気、まだまだ全然平気。なかなかねパーツも高いですからね、オーバーホールすると違うものに置き換えることになるんですが、やっぱもったいないですね。よく考えたらもったいないですね。この基板をね、いじくっちゃうのね、壊れるの待ちますか。壊れないんですよね。本当にね、どうしようかなっていう感じですよね。 C の200のボロいの買いましょうか。たまになんかそういうなんか水没系のやつとか出てますもんね、ヤフオクに。だからそういうので C の200を買って、基板だけ新品作ってこれに差し替えて使うっていうのどうでしょうかね。まあね、結局動くの買ってもね、音が出ねえとかだったらいいんですけど、接触雨量で出ないぐらいの方が多いんですよね、この C の200はね。あんまし壊れてるの見たことないですね。結構昔こういうの C の200のね修理とかね頼まれて、200系のね修理とか頼まれたことがあって、音が出なくなったとか片方出なくなったとかさ言われるんですが、大体接触不良だけだったような気がするんですよね。部品交換したことあったかな。C の240系はね、C の240だっけ、270、240、そう、あれはデュアル FET がね、K の240だっけ、あれも 2SK の240、あれいくつだっけね、240か、うん、2SK の240がね飛んでることが多くて、それを変えるとほとんど、でも20年前の話ですからね、私が話してるの20年前の話ですからね、また状況は変わってるとは思いますが、まあでも昔からこのその20年前もそうですけど、この C の200系はあんましひでえ壊れ方してんの見たことないですね。そうですね、パワーアンプも結構保護回路系がしっかりしてるんで、集団が飛んでるとかはなくて、まあだからアンプ屋さんのアンプってよくできてるんだなとは思いますよね。はい、これでもう一回戻してね、視聴室行って B1 につなげてね聞いてみようと思います。はい、ちょうどね 2S305 がねつながってるんで、ちょっとね鳴らしていこうかなと思います。準備します。はい、それではね今ね接続してあります。 C の200とねヤマハの B1 もね接続しておりあります。でまあ今回ね出力どんな感じかなというのでね、ピークメーターね取り付けてあります。 UC1 をね取り付けてあります。それではね2S305、で鳴らしていきたいと思います。で CD プレイヤーね、いつも通り CDX2200 で
C の200の方に入れまして、B1 に入って、ニエスタマルゴで出ます。はい。まあそんなんでね、これからね、鳴らしていこうかなと思います。で、まあ、過去のね、B1 のやつの音をね、聞いてもらえばわかるんですが、デジタルボリュームで、CDX2200 のデジタルボリュームで絞って再生してました。で、まあそれはあえてね、今回のこういうのをやろうと思ってたんで、いかにボリュームボックスとかね、プリアンプが大事か。で、まあ今回プリアンプですが、ちゃんとしたね、ボリュームボックスとかね、パッシブコントローラーとか使いながら、まあその比較、をしていこうかなと思います。まあ両方ね、いいとこがあるんですが、まあ細身になって力が薄くなったり、プリアンプ使うとね、正直言ってパワーアンプのね、力が上がります。やっぱしね、上がります。まあその辺もね、おいおいね、やっていこうかなと思います。まあ今回はですね、C の200を接続して、B1 がね、すごく元気になった姿をね、聞いていただこうかなと思います。はい。で、今日は昼間なんでね、少しボリューム上げていきましょうか。はい。それではね、2曲ぐらいいきたいと思います。はい、それではね、2曲目かけていきたいと思います。
はい、お聞きいただきましたがね、かなりね、前回とかの B1 の音よりも、プリアンプをね、ラインプリとして使った状態の方がね、もっと馬力が出てね、ワイドで熱く、そして華やかにね、なるんじゃないかなと思います。で、この、C の200と B1 と 2S305 のね、組み合わせ結構良くなるなとはね、思います。とようやくね、2S305 もね、ちゃんとなるんじゃないかなと思います。やっぱしね、こういうアンプをね、接続してあげるとやっぱし良くなるなとはね、思います。はい、まあ今回はね、こんなんで C の200というね、プリアンプの紹介をね、させていただきました。はい、また次回ね、もうこれね、オーバーホールはどうしようかなってね、思うんですよね。中見てもらってる時に、説明したんですがね、もったいないですもんね、まだ生きてるパーツがね、最後まで使ってあげるのも、うん、このアンプのね、供養かなとは思うんですが、とね、音が歪んでたりそういうこともないですし、きちっと綺麗になるんでね、うん、下手ってないんだなとは思うんで、まあこのまま使って、まあ機会があればね、汚いやつ1個落札して、それの基板を使ってね、こちらに新品バージョンを作って、で、カード基板をね、差しまして、視聴とかね、比較をね、していこうかなと思います。はい、まあ今回はね、これで以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。